どうもゲームイズの山田です。多分この動画の前後、ちょうど昨年度山田チャンネルの方でね、まあ、プレゼント企画をやって、それのも多分当選発表が行われているところだと思うんですが、ちなみに当選発表なんですけど、その時の動画でも言ってたんですけど、山田のツイッターアカウントの方でね、やっておりますので、そちらの方をね見ていただければなと。遅くても水曜ぐらいにはもう発表がされてると思います。ということで、まあ、今回ね、皆さんご応募本当にありがとうございましたっていう感じなんですけど、プレゼント企画の準備をする段階で気づいたことというか、いろいろ思ったことがあったんですね。今回バンダイさんから商品提供していただきまして、でさらに、まあ、それだけじゃやっぱりね足りないなと思って Go プラスの方を用意させていただいたんですが、その Go プラスあれみたいな、やっぱないなっていうところと、すげーあるなっていうところの差がまあ激しかったんですね。ということで、ちょっとね Go プラスにまつわるお話、今回はね、まあ、結構ゆるっとした動画になっちゃうかもしれないんですけども、話させてください。まずはポケモン Go プラス品薄問題ですね。はい。これもね、結構その品薄って言っている地域と、そうじゃなくてすげえ余ってるって言っている地域がすごい差があります。この理由はまあ簡単で、おそらく一番最初に入荷をした段階で、その多分均等にね、ある程度配布っていういろんな店舗さんがね入荷したりとかしてたんですけれども、ポケモン GO をプレイしている方、人数が多い地域、少ない地域っていうのはもちろんあるわけですよね。でその、プレイしている方が少ない地域で、やっぱり、その商品が全部売れるかと言われればそんなことはないと。で逆に、そういった方が多い地域だと、まあ、その購入する人が多いから、どんどん品薄になってしまう。あとはポケモンセンターってあるじゃないですか、まあ、店舗もそうだし、あとオンラインショップもそうなんですけど、まずポケモン系のアイテムが欲しいんだったら何がいいかな、やっぱりポケモンセンターでしょうと、みんな思うと思うんですね。ということで、人が集中する場所、ポケモンをプレイしていて、Go プラスが欲しいと思う方が連想するような場所ですねに、まずは皆様行く、そこの品は、なくなってしまうと。なのでパッと見在庫がないっていうのが、まあ、今まで続いてきたんですね。なんですけれども、僕がねそのツイッターで情報を、まあ、こういうのを皆様どうですかってその募集かけたんですね。どこかで売っているところを皆様ご存知じゃないですかっていうのを聞いて、でそのいろんな情報をいただいたんですけども、意外とあった。例えばローソン、あとはツタヤ、しかもこれは都内のそういうツタヤやローソンでも置いてあるお店はありました。ただし、まあ、例えばちょっと路地裏入ったところとか、そのツタヤもなんだろう、その本当にもう JR のめちゃくちゃでかい駅よりも少し外したところとかね、だったならば割とあったんですね。うん。でまあそうじゃないんですけど、結構でかいお店店舗でもありましたけど、基本的には探してみたら意外とありますっていうのが分かりました。ただしですよ、ちょうど数日前、1週間ぐらい前だったかな、あのオンラインショップ、ポケモン GO の、オンラインショップの方で GO プラスの販売が、一時的に再開したんですね。あの品薄、ずっと売り切れ状態だったのがまた出てきたと。でこれなんでだっていうのが、まあその、まあ、僕もざわざわしたんですけども、すげえなと、あまた作ったのかなって思ってたんですね。でもこれね、再製造はやっぱりされてないみたいですね。なんかその製造、新しく物を作る場合の、作ったかどうかっていうのって、ちゃんと調べようと思ったらね調べられるんですよ。で、うちの会社でね、そういうのが結構その詳しい人間が、人物がいて、まあこれ再販かかったんですかねって言ったら、あいや多分これぐらいこういう理由でそういう情報が出てないから、これ再販じゃないですよみたいな。で、あそうなんだと、っていうのはまあ裏取りがちょっと取れたんですね。なのでこの前のネットに、そのポケモンセンターオンライン出てきた分の、Go プラスっていうのは、そもそも作られていたけれども販売をしていなかった、例えば最後の在庫なのか、もしくはその売れていない店舗とかが、要は在庫を抱えている店舗っていうのは絶対あったはずなんですよね。そういったところから回収してオンラインショップに出しているのか、どちらかだと思います。ということで、あれは作られたんではないと。なので今出回っている、世間に出回っている Go プラスの在庫はなおのことを減ったということは、まああれでちょっと分かったんですね。まあ、なのでもしもその家の近くとかにね Go プラスが売っていて、ご自身は持っていると、でも例えばそのもう Go プラスも、ね、販売されてから1年以上経っているので、ちょっとその劣化してきたなと、なんか予備が欲しいなっていう方は、まあ、そういったところで購入するのも、まあ、僕はありかなと思います。なんか情報を、どっかないかなって探してみたら、まあ、ある程度は多少はね自分の分を加工するぐらいは、まあ、買えるんだなということが今回分かりました。でですね、Go プラスの話をするんだったならば、
この点もちょっと今その触れなきゃいけないなと思うんですね。ですね、 Go プラス自体が今その不具合がすごい続いてるじゃないですか。まあ、例えばその3回震える前にずっとなんかブー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 ってその赤い状態が続いちゃったりとか、白い点滅がずっと続くとか、ということで以前に比べると効率はまあ落ちてますよね。っていうのはまあ以前ね、動画の中でいろんな情報系の時にその判明した段階でポロポロと話はしてるんですけども、なので Go プラスというアイテムをそもそもその今ちゃんと活用できるのかといったら、まあ活用できてないんですけど、それでもですよ、まあ、ないよりはあった方がいいとは思っています。個人的な意見ですよ。僕は 0.1% でもそれで効率が上がってるならいいじゃんって思う側の人間だから僕はそうってだけですね。うん、ただまあその現状、例えば捕獲する時の、その不具合、 Go プラスがうまいこと反応してくれない、ポケストップ回そうとしてもなかなかその反応してくれないとか、あとは冬場になるとあれなんですよ、 Go プラスが電池が本当はね、ボタン電池があるんですけど、ボタン電池がその気温が下がったことによってそのもうないよっていう風に勝手に判断されちゃって切れたりとかっていうので、なんだろうな、もう、うん、まあ、言い方選ばなければ不具合はめちゃめちゃ多いです不具合めちゃめちゃ多い状況なんですけれども、例えばですよ、これが今そうだけど治ったとしましょう。この時にすでに在庫が少ないんですよね。現状在庫が少ない今、買う選択も買わない選択ももちろん自由なんですけど、僕はゼロになる前に確保しとこうって思うタイプの人なんですね。まあ3000いくらっていう金額がまあ痛いかと言われれば、まあ趣味のものに3000円は僕は全然かけられる人なので、で例えば1年後2年後3年後に Go プラスがそもそももう販売製造も停止していると、在庫も出回っていないと、でさらに今はある不具合が修正されているから何の問題もなく使えると、この時にないのやばいなって思っちゃうんですよね。あーみたいな、あーなんかあの時買っとけばよかったみたいな後悔が嫌なので、まあ僕は基本的にはその買っておこうかなと思っております。ただもちろんそれは可能性の話ですね。将来的に不具合が治るかもしれない、そして再販されないかもしれないっていう、その条件が重なった時に嫌だなっていう思いしたくないから僕は買っておくってだけで、例えばもう今の不具合で効率がもう明らかに落ちてるのはもう分かっているから、じゃあ買うのはやめようかなとか、あその辺の判断は本当にもう皆様次第かなと僕は思っています。まあ、とりあえず山チャンネルとしては、ポケモン GO プラス、今後もしな、再販がさかかった動画の中ではちょっとお話しするんですけども、この前売られているけれどもやっぱり今かかっていないと、で店舗によってはまだまだ余っている場所もあるので、そういったところで予備を買うのは僕はありかなと思っています。ただし、不具合があるのは事実なので、この点に関してはね、まあその皆様自分の中で判断しましょう。そうだけど買っとくのか、だからいらないのかみたいなね、これは正解はありませんからね、こういったものはね、分からないから、将来のことはね、予想はできるけれども、予想と今こうするべきかなみたいなことだけは僕は提示できるので少しお話しさせていただきました。ちなみにちょっとまあ僕自身がね、 Go プラス普段どんな感じでやってるのかというと、基本的には朝の出勤とか帰りの電車とか、あとはその会社で仕事をやってる時とかも、まあ、ブーブーブーなりすぎちゃうんで、ずっとつけてるとちょっと周りにね迷惑かかるからつなぎっぱないですけど、まあそのつないで良さそうな時はつないでいたりだとか、あとね最近は例えばラルトスとか、あとはナマケロとか、こういったポケモンたちをその割とポンと出てきてくれるじゃないですか。で取りこぼししたくないんですよね。 Go プラスだとそれがあいつの間にかいていつの間にか逃げちゃったがあるんで、例えばちゃんとポケ活をしたいっていう風にやってる時、僕の中で今はポケ活だってなってる時はあんま使わないですね。あれだけアイテムの回収ぐらいかな、ゲットの方はしません。だそのシュイーンって音がしたりとかブルったりした時はもう僕は基本的にそのちゃんと目視で確認をしたいんですよね。そのモンスターボールでね一発で逃げられちゃってあーってなるのが嫌なので、まあなので Go プラスは僕の中では、あだからなんかね、まあ不具合があってもいいかなって多分思ってるんですよね。画面を見ずにポケモンが出現したか否かを教えてくれるアイテム、そして僕が外でこう歩いている時にポケストップをこう自動でね回してくれる、この2個が僕の中ではメインの機能なんですね。まあ、だから僕はそのゲットの部分の効率が落ちてもあまりこうストレスがないというかね、うん、っていうので多分そこまでこう不具合でああうわうわってなってないんだと思いますはい、まあそんな感じですね。はい、ということ
で、まあ、ちょっと Go プラスね、僕が今回商品いろんなもの、いろんな方が情報いただいて、で僕自身もちょっと足使ってね探してみて分かった話、そして、この前あった、オンラインショップでの、再販の話、この辺について触れさせていただきました、まあ、のポケモン GO っていうゲーム自体もそうなんですけども、それに付随する情報とかもね、今後もちょっと、僕の中で話せることがあれば、じゃんじゃん喋っていこうと思います。よろしくお願いします。ということで、ちょっと今日はねこれからロケに行ってこようと思います。雨が降ると噂のお台場に今日ちょっと行ってこようと思います。あの雨だと余計湧きやすい、ハスボウが出やすいっていう話を聞いてるんで行ってこようと思います。はい、それじゃあ今回はこの辺で、終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。 OK、 お腹すいたー。